こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は嬉野みゆきパークラン2019の話題、第6回嬉野落語柳亭小道春風亭ぴっかり2人で女子会のお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。1月20日日曜日、みゆき公園周辺で嬉野みゆきパークラン2019が行われました。これは走ることを楽しみながら健康増進を図り体力強化を目指すことを目的に初めて開催されました。嬉野スポーツ少年団の福田彩音さんと国政春人さんが力強く選手宣誓を行いました。力強く元気に走り抜くことを誓います。この日は 1km、1.5km、5km、10km のコースに小学生、一般、チーム、ファミリーの部など16のレースに355人が参加しました。参加者の皆さんは公園周辺を爽やかにまた元気いっぱいに走り抜けていました。沿道からは大きな声援が上がっていました。レース終了後、部門ごとに表彰が行われ、 10km に出場された福島陸上クラブの神崎健太郎さんが35分21秒で総合優勝されました。非常にアップダウンの激しいコースで、きつかったです。優勝ということでしたけども、タイムは大したことないんですが、私陸上に、20年ぐらいしてまして、初めてロードレースで優勝したので非常に嬉しいです。今日はどうもありがとうございました。有田町から家族3人で参加しました。今回ですね、子供が3歳になったということで、それを記念してですね、初めて、ファミリーマラソンに参加をさせてもらいました。子供がきちっと走れるようになってくれればいいなと思ってます。また来年も楽しみにしてます。嬉野市文化振興事業実行委員会より第6回嬉野落語柳亭小道春風亭ぴっかり2人で女子会開催のお知らせです。今勢いに乗る女性落語家がリバティに集合、老若男女に大人気、歌って踊れる話家真打ちの柳亭小道と、現在2つ目でうまい、かわいい、花があると3拍子揃った落語界のプリンセス春風亭ぴっかりを招き、嬉野落語初の女性落語家による落語会を開催します。日頃たまったストレスを笑って発散しませんか？落語初心者も大歓迎。当日は無料託児サービスもご用意しています。日時は平成31年2月17日日曜日、開演午後2時、会場午後1時30分。場所はリバティ文化ホール。料金は全席自由、前売り一般大学生2500円、高校生以下1500円、当日は各500円増し。今回はなんと女子会にちなみ、女性に限り前売り券当日券ともに500円引きとなっております。チケットはご覧のプレイガイドにて現在好評発売中です。詳しくはリバティ内嬉野市文化振興事業実行委員会、電話番号0954-66-9320までお問い合わせください。皆様のご来場をお待ちしております。嬉野温泉観光課よりカフェ国際人への参加者募集のお知らせです。カフェ国際人では
嬉野市にお住まいの外国人、日本人の皆さんが一緒になって、優しい日本語を使いながら、嬉野市のこと、日本のこと、外国のことについて情報交換を行っています。日時は毎月第2、第4水曜日の夜7時から、場所は嬉野公民館の3階会議室で開催しています。2月は13日水曜日に病院について、27日水曜日にゴミの出し方についておしゃべりをします。その他、今後は市内のお祭りに参加したり、自主イベントも計画しているので、詳しい内容は嬉野温泉観光課、Facebook ページカフェ国際人でご確認ください。参加者は外国語が喋れなくても構いません。また年齢も問わず、お子さんからご年配の方まで楽しくおしゃべりできる場となっております。皆さんのご参加を心よりお待ちしております。以上、嬉野温泉観光課からのお知らせでした。忍者フェスタ開催についてのお知らせでござる。外国人にも人気が高く、嬉野にも実在したとされる忍者をテーマに、嬉野忍者イベント、嬉野デザインウィークと嬉野温泉忍者フェスタが同時開催されます。嬉野デザインウィークでは、国際忍者デザインコンペの優秀作品をパネルを展示する忍者デザインアワード、忍者の要素を取り入れたダンスパフォーマンスなどの忍者ダンスプロジェクト、限定忍者うどんの振る舞いなど、また嬉野温泉忍者フェスタでは、スポーツメーカーミズノと連携した親子参加型忍者遊びプログラム、ミズノ流忍者学校、嬉野忍者グルメ開発プロジェクトのトークショー&試食会、忍者ショー、忍者バトル、スポーツチャンバラ対戦などなど、多彩なコンテンツをご用意しております。開催日は2月23日土曜日、24日日曜日の2日間、開催場所は嬉野市体育館がメイン会場となります。入場は無料です。イベントの詳細、お問い合わせはご覧のところまでお願いいたします。ホームページは随時更新予定です。ぜひご確認くだされ。2月23、24はぜひご家族連れで嬉野忍者イベントへお越しくだされ。お待ちしているでござる。嬉野市役所健康づくり課で特定健診を担当しています保健師の岸川です。今日は虚血性心疾患、脳血管疾患についてお話しします。嬉野市国民健康保険加入者の治療者数は、虚血性心疾患が県内ワースト1位と多く、全体の7人に1人、脳血管疾患は県内ワースト2位で 6.6 人に1人が治療中と、大きな病気を起こしている方が多いことが分かりました。平成25年度からの状況を見ても、虚血性心疾患は5年間ずっとワースト1位で、毎年同数程度。脳血管疾患の治療者は年々微増しています。まず、虚血性心疾患とは、心臓に血液を送る冠動脈に狭窄や閉塞が起こることによって引き起こされる疾患で、代表的なものには狭心症と心筋梗塞があります。脳血管疾患とは、脳の血管に異常が起こることで起きる病気の総称で、脳の血管が狭窄・閉塞することにより生じる脳梗塞や一過性脳虚血発作 TIA などと、脳の血管が破れて生じる脳出血や
くも膜下出血などに分けられます。虚血性心疾患、脳血管疾患は日々の生活習慣の乱れ、食べ過ぎ、運動不足、喫煙などから高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に進行し、それらが悪化することで虚血性心疾患や脳血管疾患となります。平成30年度の嬉野市の国保加入者の生活習慣病で治療中の割合と県内順位を見ると、高血圧で治療中は4人に1人、糖尿病治療中も8人に1人、脂質異常で治療中は5人に1人と多くいらっしゃいます。血圧、脂質、血糖の値が高ければ高いほど脳血管疾患、心筋梗塞などにかかる危険性が高くなります。高血圧、糖尿病、脂質異常症を気づかずに放置したり、治療中断や治療中でも生活習慣の改善をしないでいると、血管が傷つき、血管の壁に脂質がたまり、血管を詰まらせ、虚血性心疾患や脳血管疾患へとつながります。またこれらの年間の医療費の目安は、高血圧7万円、脂質異常9万円、糖尿病17万円、インスリン注射50万円となっています。これが重症化すると1回の費用で、脳血管疾患なら200万円、虚血性心疾患、心筋梗塞なら400万円、人工透析は年間500万円となります。生活習慣病をきちんと治療することは、少ない医療費で済み、生活に支障も少ないです。重症化し、大きな病気になると、多額の医療費がかかり、麻痺などの後遺症を残したり、生活に支障をきたすこともあります。まとめとして、虚血性心疾患、脳血管疾患は予防可能な病気です。毎年の特定健診を必ず受けて、自分の健康状態をきちんと把握しておきましょう。治療中の方はきちんと治療を継続し、自己判断で中断しないようにしましょう。血圧や脂質や糖尿病の薬を飲んでいても、コントロール不良の方は、食事や運動療法を見直しましょう。以上、健康づくり課からお知らせでした。2月の塩田町の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。2月の小児時間外診療はご覧の通りです。2月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。2月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。